ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのとあゆとサキティこと矢沢サキとキラリンこと南キラとチェリーこと愛の桜子の5人がお送りします。せーの、始まるわーい。チャチャチャンチャンチャチャン、チャ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 ンチャンチャチャチャン、デルルルルチャララチャンチャンチャチャチャン。エヴァンゲリオン。ポケットモンスターのポケモンセンターだよ。あ、それだよ。あ、サワパンかと思った。始まりました、ミルクセーキ大作戦。今週は沖縄からお送りしております。ランクルナイサー。ランクルナイサー。沖縄行きたいってこと、それは。そういうことねえねえ、私はさ、サビの結構平気なんだけど、うん、みんなやっぱり嫌い。え、キラコね、キラコ自身は別にいいんだけどね、グミちゃんがね、なんか固くなるから嫌。関係ないやろ。絶対関係ない。あゆはやっぱ料理中、お水を触るとね、冷たいから嫌いかな。あ、料理女子だ。うん、やっぱ、うん。私は普通かな。うん、寒いの嫌なんだよ、うん、だから沖縄行こう。あれしそうさ。なんくるないさ。これを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなど、そしてチョコレートなどなどいっぱい送ってほしいです。まだバレンタインまで実感はいっぱいあるからね。ゴディバ、ゴディバ、ゴディバ、うん、ロイズ。ちょっと今ライズ、ライズ、ライズ R だからね。 R で R。 メッセージはファックス0957-27-0840-27-0840、メールアドレスはにじ@771fm.co.jp、 niji@771fm.co.jp、 FM サヘのホームページ、サイトとアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。R はよろしいですか。R はよろしいですか。よろしいです。さあ、今週は第2週目ということで、心理テストのコーナーです。おお、つまり心理テストコーナーと見せかけて、もはや何でも OK なコーナーです。あ、はい、天の声さんの心理テストのネタが尽きちゃったから、うん、何でもありになりました。そうです。いや、心理テストにも限りがあるからね。限りがある、まあね、限りがあるので、天の声さんを呼んでみよう。せーの、天の声さん。呼んだよ。呼んだ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 よ。うるせえな。 お返事は呼んだ。はいでしょ。まあいいわ。いや、そうですよ。はい、ちょっとさ、はい、ミルクセーキさ、はい、2月に入ってっつうか、ライブしてなくね。見たよ、みんなが。さっきまだ出る予定が遠い。てか、マジなんか2週連チャン、私とか現場いない。なんかもさっきも3週いない。だいたいあゆの呪いだよね。そうだよ。あゆが自分抜きのイベントやっとか言うから中止になる。みんながちゃんと手洗いうがいしないからだよ。出るよ。
救急車で運ばれたよ。どういうことあるか。大変違うよ、最初にインフル持ってきてるよ、桜子ちゃんだもん。本当だよ。あゆだけなんか仲間外れみたいな感じで、あゆも一緒のウイルスでも感染したかったかな。そうやろ。ちょっと寂しい。だっていやでもね、さっきとあゆのは別にインフルではなかったんですよ。そう、熱はなくって、でもなんかすごくできて、いやでもね、熱なかったんだよ私最初。だからわかんないね、調べたらインフルだって気もするよ。隠れインフルみたいなのがあるらしいです。そう、え、一切熱が出ない。そう、37度。なんかウイルスだけ倍増していく。倍増違います、倍増は増えるだもん。何が言いたかったの。散歩、はい、ゲームしました。その前にミルクセーキとしてはね、はい、とても大切な発表が先日ございまして、はい、ひなのの卒業がね発表されました。しばらくね活動は一緒にできてなかったんだけど、まあ、入院とかもあったからね。でももうこの手しまい、やっぱりすごい悔しいけど、卒業式とかもできないしね、悔しいけど、でも私たちとしては前を向いて頑張って、はい、楽しんでいくしか、はい、そう、うん、たくさんの皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、返事いいな。はい、はい。はい、というわけでちょっと仕切り直して、はい、ゲームするぜ。はい、はい、あのね、はい、うるさい、マジうるさい。はい、今日のゲームはね、はい、2色の色で、おい、やだー、何、連想しようゲーム。赤と白だったらマグロ。そうだよ、混ぜなくていい。違う違う違う、かまぼこじゃない、違う違う。私がね、私がね、はい、2色の色をリズムに合わせて言います。例えば、はい、例えばよ、はい、黄色赤って言ったら2色なんだけど、1色目は2回言います、はい、たら黄色から連想するものと赤から連想するものを考えて、黄色って2回言ってるから同じでいい。1色目は卵焼き、卵焼き、バナナリンゴ、そうそう、卵焼きトマトとか。うん、なるほど。え、めっちゃ楽しそう。今日それ勝てるわ。わかる、わかるね。わかった、はい、青緑っつったら海、葉っぱみたいなことよ。OKOKOK。はい、みんな赤、青、黄色、緑、青、この5色を使います。え、他の人が言ったのはなしですか。なしです、なしです、なしですか。みんな回ってくるんですね。回ってきますよ。じゃあ、あゆからにします。違います、私が指名します。あ、1人しか言わないってこと。そう、1人しか言わないってことです。あは、はい、5色考えたね、いくよ。あは、ちょっと、もう一回言ってランダムでいくからね。赤、黄色、赤、勝負しろよ。うっさいわ。はい、いくよ。これ負けた人はモノマネだからね。オッケー。あゆがもう泣きそう。やる前から泣くな。はい、静かにして、いきますよ、はい、キラちゃん。キラちゃんです。緑、黄色、葉っぱオレンジ。お、まあ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 、オレンジ。桜子ちゃん、赤緑、トマト、葉っぱはダメですか、一度から。葉っぱはまあ今で時代終わってるからいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。あやのちゃん、はい、赤、黄色、バラ、ひよこ。あ、今あやちゃん、青、緑。ちょっと青弱いもん。ちなみにさきちゃん、はい、緑、黄色、枝豆、バナナ。おお、あやちゃん、黄色、青、卵焼き、ブルーハワイ。2回言ってんじゃねえか。というわけで誰が負けかな、せーの、あゆるぜー。泣かないじゃなかったの。生放送でお送りしたい、この顔。奥歯をギュッてしたら涙止まるはずなのに止まらないんだもん。ごめん、超不細工。もう2週目はお休みしよう。お口だけ出てくる。いいよ、あゆちゃん喋んなくていいのね。お口だけ出てくる。あゆちゃん喋んなくていいのね。うん、泣いてない。何泣いてない。もう出ないの、ラジオ出ないの。出る。あゆ乗せてください。あゆ、緑、
マネね。罰ゲームよ。今まで披露したことのないものないやつ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おかしいこの人。行くよ。あ、分かった分かった分かった。何のモノマネですか？タモリさんが知ってる中国人か韓国人かのあのモノマネ。何それ？タモリさんがやるマネのマネ。うん。のマネ。いきますよ。なんか分かんねえな。タモリさんがやってる中国人もしくは韓国人のモノマネ。あ、最後の1個が出てこない。え？2個だけでいい。でもちょっとバランス悪い。何のことか分かんない。いきますよ。3、2、1、どうぞ。照明天井。いや違う、これね、違うの、違うの、照明が天井なのね。そう、そう違うの。タモリさんがね、うん、なんかそういう韓国系か中国語系のやつを、うん、ありがとうございました。照明と天井って言ったらそれっぽく聞こえるってテレビで言ってたの。パンにハム挟むにだと一緒やん。何それ？パンにハム挟むにだって。あ、よかったって。スティッチが好きだもん。スティッチのものまでか。上手。別にいいよな、聞かなくて。うん、さあ、ミルクセーキとしてはですね、今月は大忙しですよ。大好き、ありがとう。大忙しですよ。はい、行ける、うん、普段行けないとこにいっぱい行くからね。うん、そう。まあ、この後あのアユの告知もありますけれども、うん、広島行ったりとか、涙を拭くな。広島行ったり、告知大事や。広島行ったりな、名古屋行ったり、大阪行ったりな、うん、するからな。そうだ。そう、普段会えない皆さんにまた会えたりするし、いつも会ってくれるみんなも一緒に。うん、旅行気分でね。無洗万字があるからね。そうだよ、そうだよ。いいこと言った。いいふりだった。そう、ポップアート、嬉しい、ね、うちに昔いたエミちゃんの双子のお姉ちゃんのキエちゃん、めんどくさくなってきた。もういいや、あいつがいるんだよな。うん、そう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 、うん、そうですよ。楽しみっすね。楽しみね。いやでもなんかパパのごめんね、みんなにも言わなくて急に決まったからさ。そう、昨日出たらびっくりしたもん。寝ようって思ってツイッター見たら、あ、でもさっきは浅野さんからなんかできるかもって話を聞いてた。あ、本当本当本当。いや本当にね、あれね、前の日に石川さんと LINE しながらトコトコって決めた。いつも、うん、キエちゃんセイットで入ってくるじゃないですか。うん、新曲で入ってきてほしい。あ、もう何にも分からないままセイットだから、いいねいいね、入れて出してしまえばこっちのもんだから。でもまあ、でもね、あいつはやるよ、うん、多分やれるから。だって見たって言ってたもん。あ、ほんと？そう、新曲見たって言ってたもん。え、動画出してたっけ？ツイッターに出したじゃないですか。あ、ちょっとだけ見たって言ってたもん。多分できるから。はい、ということで、さて、そろそろ時間となりました。はい、メッセージ気軽にどん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 送ってください。待ってます。私はイガミルクセーキの告知をさせていただきます。明日2月10日土曜日は福岡市ベイサイド博多にてパピサイドプレイスに、翌日11日日曜日は広島県にて中国四国アイドルファイルに、そして12日祝日月曜日は北九州市あるあるシティにてパピライブに出演させていただきます。12日のパピライブではミルクセーキもバレンタイン企画をするので、ぜひぜひ詳細はツイッターを見てください。ミルクセーキ3連休イベントスペシャル、イエーイイエーイ。さきはお留守番です。あら、2回目の広島楽しみ。お土産待ってるよ、みんな。普段なかなか行けないところだし、カレーにするやつ。あんまり共演のないアイドルさんも多いからね、いろんな出会いがあるといいの。お土産待ってるよ。あー、もうこんな時間、今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜日の夜は先にお土産じゃなくて、ぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただきますように。お土産も待ってるよ。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。広島風お好み焼きがいいな。はい、失礼します。